ウィリアム・ランス・バークマンは、アメリカが衆国テキサス州マクレナンェ米コ出身の元プロ野球選手、野球指導者、左投げ、両打。かつてニックネームは、体格と風貌から、ファット・エルビスと呼ばれていたが、2006年にバークマンが、ラジオ番組で、自分を何かに例えるなら、プーマだと自らニックネームを提案し、ビッグ・プーマが浸透していった。現役時代は、 マーク・テシェイラやカルロス・ベルトランダと並んで MLB を代表するスイッチヒッターとして名を馳せた。シーズン40本類代以上を2度記録しているが、他にこの記録を達成しているスイッチヒッターは MLB 史上でもミッキーマントルだけである。4、5歳の頃から父親に野球を教わる。投げるときは左、打つときは右だったため。 父親がファンだったミッキーマントルのようなスイッチヒッターにすることを思いついた。家の裏に小タイヤを吊るし、毎日左右で50回ずつ打たせて練習させた。ライス大学在籍時の1997年に打率431、41本塁打、134打点の成績でウェスタンアスレチックカンファレンスの3冠を達成。 ライス大学史上初のカレッジワールドシリーズで、バークマンは最優秀選手に選出された。1997年6月の MLB ドラフト1巡目で、ヒューストンアストロズから指名を受け、プロ入り。直後から、3カの A 級キシミー・コブラズで試合に出場。53試合の出場で打率。293、12本塁打、35打点を記録した。 1998年には AA 級ジャクソン・ジェネラルズに昇格。ここでも122試合で打率。306、24本塁が89打点と打ちまくり、シーズン途中で AA、A、級ニューオーリンズ・ゼイファーズに昇格。打率こそ271と平凡な数字に終わったが、17試合の出場で6本塁打、13打点を記録した。 1999年も前年に引き続き、ニューオーリンズでプレー。64試合の出場で打率。323、8本塁打、49打点という成績を記録し、シドニーオリンピックの野球アメリカ合衆国代表に選ばれた。しかし、7月16日にメジャーデビューを果たしたため、代表入りは辞退している。メジャーでは打率。237と振るわなかった。 2000年にメジャーに定着、114試合で打率、297、21本類が67打点を記録した。また2000年は一時マイナーに落とされていた時期があったが、そこでは31試合で打率、336本類だ、27打点を記録している。この活躍に伴い、シーズン終了後に、 ロジャーセデーニョウトレードでデトロイトタイガースへ放出している。2001年は完全に左翼のレギュラーポジションをダッシュ。55二塁打を放ち、スイッチヒッターとしては MLB 初となる52塁打と30本塁打の同時達成を成し遂げた。また、オールスターまでに21試合連続安打を記録し、自身初のオールスター選出を果たした。球団は、 バークマンと3連総額1050万ドルで契約延長。2002年は開幕から好調。スイッチヒッターとしてオールスター前までに29本塁打を記録したが、これは1961年にミッキー・マントルが記録した29本塁打に並ぶ記録である。2年連続となるオールスター選出を果たし、最終的にはナショナルリーグの打点王に輝いた。 その活躍を評価され、MVP の投票では3位につけた。2003年は数字がのきなみ低下した。2004年には副調子打率330本塁が100打点を超える成績を残し、地元ヒューストンのミニッツメイドパークで開催となったオールスターに2年ぶりに選出され、試合前日に行われたホームランダービーではミゲル手肌に次ぐ2位となった。しかし、 シーズン終了後にタッチフットボールに強じていた際に、右膝の全十字靭帯を断裂してしまい、手術を受けることになった。2005年シーズン終了後に FA となるバークマンと開幕前の3月に6年総額8500万ドルで契約延長した。前年の怪我のため初出場は5月6日と出遅れ、5月こそ一本類な止まりだったものの、徐々に調子を上げ始め、 9月だけで11本塁打を記録。チームをポストシーズン出場へと導き、そこでも14打点を挙げた。翌2006年に記録した45本塁打、136打点は、自己最多で、本塁打、打点の球団記録保持者、ジェフ・バグウェルの記録に、本塁打は2本足りなかったが、打点を9年ぶりに1つ更新した。MVP 投票でも3位に入った。 2007年は FA で新加入のカルロスリーと並ぶ打線の軸として出場した。左打席での打撃不振のため打率278、34本塁打102打点と前年より成績を落とした。2008年は前半戦こそ三冠王を争うレベルの成績を残していたが7月以降はわずか7本塁打しか放てず29本塁打にとどまった。 一方で2年ぶりに打率310以上を記録したほか自己最多の18盗塁も記録した2009年7月に左ふくらはぎの肉離れで故障者リスト入りを経験するなど136試合の出場に終わった最終成績は2年ぶりに270台の打率となる本類打は25本放ち10年連続で20本類打以上 死九97も9年連続での90、死休以上となった。2010年、アストロズで85試合に出場していたが、打率、245、13本塁打と成績が低迷した。2010年7月末のトレード期限直前に、マーク・マランソン、ジミー・パラデスとの交換で、ニューヨーク・ヤンキースへとトレードされる。ヤンキースでも十七試合で打率。 255に止まり、終盤戦ではツープラトン要因に格下げとなって起用された。結局に球団の通算打率、本類打、出塁率、長打率、オプスが新人のシーズン以来最低の数字となった。オフに FA となった。2010年オフにセントルイスカージナルスと1年契約を結んだ。2011年は4年ぶりの30本類打となる31本を、 放つなど打撃が復活し、カムバック賞を受賞した。また自身初のワールドシリーズ制覇にも、第6戦で逆転の2点本塁打、10回裏に同点的時打を放つなどして貢献した。2012年は膝を痛めてしまい2度の手術、32試合の出場に止まった。2013年1月5日、引退も囁かれたが、 テキサスレンジャーズと1年1000万ドルで契約した。2011年にレンジャーズは昨年ワールドシリーズに出場したが、今年の戦力は平均レベル。エイドリアン・ベルトレと長期契約を結んだのは間違いだと発言していたため、入団が決まってから謝罪した。オフの10月31日2200万ドルの契約オプションをレンジャーズが破棄したため、FA となった。 2014年1月29日に現役引退を表明した。2月12日には4月5日に行われるアストロズ対ロサンゼルスエンゼルス戦で2月11日に引退したロイ・オズワルトと共にフルス・アストロズと1日契約を結び引退セレモニーを行うことが発表された。セカンド・バプテスト・スクールで野球指導を行うスイッチヒッターだが 右打席ではあまり数字を残していない。MLB 全体では、右投手の方が多いので、左打席の方が多くなるのは当然だが、打率、出塁率、超打率の3つを見てみると、その差は歴然である。これほど成績に開きがあり、2006年は、左打席で9.5打席に1本の本塁打を放っている。これは、十八本塁打を放った二千六年の、 ナリーグ MVP ライアン・ハワードや49本塁打のアルバート・プホールスをしのぐペースである。バークマン自身は右打席へのこだわりがあり、2004年のオールスターゲーム前日に開催されたホームランダービーでは右打席で本塁打を連発していた。もともと一塁手だったが絶大な人気と実績を誇る手法ジェフ・バグウェルがいたためメジャーでのプレイ機会を考え、 ガ外シュへ、コンバートされた。バグウェルの引退後は一塁手に定着したものの、マイクラムラが好調な際はガイアを守ることがあった。カージナルス遺跡一年目となる2011年は一塁に、プフォルス、左翼に、マット・ホリデーがいたため、主に右翼を守った。長く、ガイアを守っていたので、一塁守備は平均レベルだが、年々上達してきている。ガイア守備も、 守備範囲は広くないものの堅実で3ポジションとも守ることができる。性格は良く2009年にセシル・クーパー監督が解任された時は自身の不信がチームの不信の一因となったこともあり責任を痛感していると語った。経験なクリスチャンで若手と気策に接するまとめ役となっている。ありがとうございます。